おはようございます。さあ今日は休みということで休みいただきました。僕今イギリスに留学してて、僕バイトを2つ掛け持ちしてたんですけど、先週片方のバイトを辞めまして、なんで今1つだけでやってます。それまで週7で働いてて、週5はこっち、週2こっちみたいな感じで休みなしでやってたんですけど、まあ、それも先週で終わりということで、今入ってるバイトの店長さんにさすがに休みなさいということで今日は休みもらいました。せっかくの休みなのでビッグベン、まあ実は正月にビッグベンに行くっていう動画を撮ってて、年越しカウントダウンをビッグベンでやるっていう動画を撮ったんですよ。これですね、そういう動画を撮ったんですけど結局行けなかったので今日行きましょう。その前にちょっと飯食いましょう。So we have a Yeah. Bye. Thank you. Bye bye. 帰った。どこで食おうかな。さあ、飯も食べたし、そろそろ行きます。僕よく方向音痴って言われるんですけど、僕はそんなことないと思ってるんで、今日はマップを見らずにビッグベンに行きます。ただ僕ビッグベンがどういうのかちょっと分かんなくて、大きい建物っていうのは知ってるんですよ。ただバイトの先輩がもう見たら分かるって言ってたんで、まあ大丈夫でしょう。行ってきます。とりあえず都会の方に行こう。とりあえず都会の方に来ました。ただ分からんね、本当に分かんない。どこだ？でも大きい建物とは聞いてるんで、そこに行けばいいでしょう多分。まあ今日は多分相当歩くということで、いい靴履いてます、ナイキ。ただちょっと今日天気が悪いね。バイトとかで言うとこの前遅刻しましたね。10分15分ぐらい遅刻は別にまあまあって感じです。時間の概念っていうことで言えば、まあ、日本とかそういうちっちゃい国とは違って、まあ、イギリスってあの経度と緯度時間がなんか一番正しいらしくて、そうそう、あの
世界のな井戸、そう井戸、井戸、井戸らしいんですよ。この前誰かが言ったんですけど、イギリスの時間が一番正しいと言われてるらしいです。いや、コメントいろいろね、動画のコメントいただいててありがとうございます。僕は今とりあえず予定では1年間留学します。なんで次の12月までいようかなって感じです。予定ではですけど、毎日投稿してください的なコメントありがとうございます。嬉しいな、そんな待ってくれてると。今のところ2日に1回ぐらいのペースで上げさせてもらってるんですけど、留学生の1日の流れとしては、他の YouTuber さんがなんか上げてるでしょ、留学生の1日ルーティーンみたいなやつ。それです。そちら見てください。僕はまあ学校行ってないんで、まあ学校行ってない人のルーティーンとしては、まあ他の YouTuber さんが学校行ってないやつの1日ルーティーンみたいなの上げてるっぽいんで、そっち見てください。お、人多くなってきたぞ。この辺じゃない？もうしんどいよ。今調べたけど違ったわ、ビッグベン。絶対ビッグベンでしょあれ。なんなん紛らわしい。何ベンなん。ちょっともうしんどいかも、疲れてきました。まあイギリスではオイスターカードっていうカードをみんな持ってて、まあ、そのカードで交通機関は全部支払えるんですけど、関西でいうイコか、福岡でいうスゴか的な感じなんですけど、まあそのオイスターカードで船とかも乗れたりします。場所によってはちょっと今度乗ろう。めんどいよ。雨が強くなってきて寒い。帰りたいです。疲れた、もう疲れたよ。もういいでしょ、ロンドンにビッグベンはなかったということで。何時今？お、4時50分。帰るか。